セキュリティ上の関係で出せないということだったけど、坂田さんにログを見ていただいて、いつ電子データを廃棄したのか、それだけ教えてください。昨日総理の方からですね、こちらにお配りいただいております7ページのところにの上段にございます。総理の答弁は知ってます、その場で聞いてましたが、はい、それじゃなくて坂田さんに聞いてるんです、はい、あなたがいつご覧になって、はい、それはいつでしたか。はい、セキュリティ上の問題があると考えていますという総理がご答弁をされております。従いまして、私といたしましてそのログの確認をしているということはございません。いやいや、ちょっと待ってください。日にちを見ることがなぜセキュリティ上の問題ですか。はい、ログの不正し繰り返しですけれども、明らかにすれば、ログの内容を明らかにすれば不正侵入など日にちを明らかにしてください。やっぱりね、これをご覧の皆さんね、ないんですよ、捨ててないから。電子データを捨てたっていうその記録はない、だから見ることもしないって言ってるんですよ。見れないわけですよ、ないから。適当なことを安倍晋三氏が言ってるけど、こんなことをね、国会で最低の総理だと思う。それをあなたがかばう必要全くないですよ。いや、これね、びっくりしたのは、今までのこの二十数回のヒアリングの中で、ね、課長さんは、ログは、まあ、ありますと、けどそれはまあ言えませんということをおっしゃってたんだけれど、今日確実に自分は見てませんとおっしゃった。そしたら、誰が電子ファイルを捨てたというログを見たんですか。誰か見られた人はいるんですか。すみません、ログについてですね、ないと言ったことは一度もこれまでもなくてですね、ありますということを申し上げております。で、私はその昨日のですね、ご要請でですね、ログを見てこいというふうに伺いました。で、それについて、見た結果を明らかにするというのは、そのログの一端を明らかにするということでございますもんですから、まさにここのその内容を明らかにすればということですね。ログの一端ではありません。ログに書かれている日付です。日付です。総理の命令だからもう何も答弁できないと思います。ログの日付だけを言うことはなんかセキュリティに不正侵入の助長と何が関係あるんですか。すみません、そこはですね、どういったことがそのセキュリティの関係で問題になるのかということにつきましては、私専門家でございませんもんですから、なかなかそのつまびらかに申し上げるのが難しいと思います。坂田さん、それはね、私が今日人事課に私が聞いたことなんですよ。セキュリティの関係でログを出すことがね、どこが問題ですかって、むしろね、ログを取ってセキュリティがちゃんとしてるかっていうのを確認するんですよ。あんな答弁を人事課が書いたそうだけど、それは嘘なんです。まあそれは嘘だとここで議論してもね、専門家でないから分からんということであれば、日にちぐらい言えるはずなんですよ。だって言ってるじゃないですか、宮本議員のですよ、共産党のさんの質問に対して、紙はいつ消しました、いつ捨てました、答えてるでしょ。電子データはいつ消しました、それログにあるわけですよ。それを日にちを言ってくれって言ってるんです。どう記録されてるの。あのね、財務省が改ざんしてたじゃないですか、森友の問題で16あったデータをですね、文書を、そのうちの一つが電子データだったんですよ。その電子データがいつどのように改ざんされたかもこれ開示されてますからね。あなた方がそれをいつ捨てたかぐらいのことは開示しなきゃいけないんですよ。いつ捨てました。担当者に確認をいたしましたところ、5月7日から9日の間であったと思うということでございまして、そこはログを確認をして、そういうふうに答弁したわけではございません。担当者の方の記憶で、担当者も坂田さんも含め人事課の誰もがログは確認してない、見てない。見た人いる。少なくとも私は見ておりません。見た人いる。そんな答弁はね、そんな答弁は無理なんですよ。
森友賭け問題、森友問題のあのもうとんでもない財務省以下ってことですよ。あの財務省ですらいつ改ざんしたかっていうのを僕らに報告してるんです。いつ誰がどうやったかと。あなた方はその改ざんしたことさえ証拠も出さん、見もせん。見ればわかるじゃないですか。佐藤さんが見ることのどこにセキュリティ上の問題があるんですか。あのログの一端をですね、明らかにするということになりますもんですから、そこは行わなかったということになります。ということは、ね、財務省は、ね、そういうのも全部出してるんですよ。いつどうやったかっていうの、それこそセキュリティに侵入されるじゃないですか。簡単なんですよ。いつ捨てたかを記録したものをあなたがご覧になって出してくださいって、財務省がやってるよりはるかに簡単なことを私はあなたにお願いしてるんですよ。廃棄した日を言うのが何で問題なんですか。廃棄してないから。あの繰り返しでございます。ここに、総理がおっしゃっております通り、そのログの内容を明らかにすることは不正侵入などを助長する恐れがあり、政府として開示することはセキュリティ上の関係。あの坂田さんが、坂田さんが招待者、坂田さんが招待者名簿が破棄されたことを証明するログは見られたんですか。それ確認されたんでしょうか。それだけ教えていただきたいと思います。私は見ておりません。坂田さん以外に確認した人はいるんですか。承知しておりません。いるとは承知してないんでしょ、ね、承知しておりません、うん、いるってことは承知してないのね。見ること自体ダメだと。何のために記録取ってんの。坂田さんなんで確認しないんですか。坂田さん自らこれだけ国会議員から言われていて、なんであなたが確認しないんですか。部下に明示して確認すればいいじゃないですか。廃棄した日付をなぜ言えないんですか。あのログの一端を明らかにするということになりますものですから、見ると見ることはイコールそれはそのログをですね見るということになるものです。総理は一端なんて言ってないよ。これ坂田さん4ページ目見てよ。4ページ目、いやいや見て、資料の4ページ目、4ページ目見てよ。資料の4ページ目、ログってこういうもんでしょ。この中の桜招待名簿、これ廃棄したってのが出るわけだから、まさにその一端一行だけを見て最低でも口頭で伝えてくださいって言ってるわけ。それで何がセキュリティ上問題あるわけ。そうです、問題何もないです、はい、おっしゃっていることはよくよく分かっておるつもりでございます。まさにそのログを見て、そのこう内容を申し上げるということは、そのログの一端を明らかにするということでセキュリティ上の問題があるということでございます。だから何がセキュリティかって今専門的なこと分からんって言ったけど、ちょっとセキュリティ室の人、セキュリティ室の人教えて。セキュリティ室の人分かるでしょ、教えてよ。いや、あなたこの会に参加してんのよ。答えてよ、答えてよ、何があるの。分からないって言うんだから教えてあげなさいよ。じゃあいいよ、答弁は課長でいいけど耳元で教えてあげて。本人分かんないって言ってんだから。何のために来てんの。彼の知っていることを私に教えていただくために来ていただいております。だから教えてあげなさいよ。分からないことも彼も全てのことが分かっているわけではございませんので。これ見てるでしょ、これログってこういうもんでしょ。これについて廃棄っていう一表題をね、でその日時を言うことが何がセキュリティ上問題なのか。セキュリティ室なんだから答えてくださいよ、教えてあげて。坂田課長分かんないって言うんだから。じゃあ逆に言うとね、ログは何のために取ってますか。はい、ここにですね、総理ご答弁されておりますご指摘のログについては、悪意ある第三者などによる不正侵入や不正操作などを検知するための重要な材料もういいです。それはそのために坂田さんいるということでございます。坂田さんその答弁もう何回読んでも同じですから、嘘だから。それはログを何のために取りますかと。ログは保存してますってずっと言ってきましたよね。それは正しい、あなた言ってきましたよね。何のため保存してます。
繰り返しでございます。